6チームが参加し、総当たりで戦うストリートファイターのプロリーグ、梅原さんってずっと強いんだね。第7節が開催されました。6節が終了した時点でトップは前半戦から好調のネモオーロラ、そして3位が梅原ゴールド。この2チームが第7節で対戦、熱戦を繰り広げました。試合は各チーム先鋒、中堅、大将が戦い、先鋒、中堅が勝利すると1ポイント、大将が勝利すると2ポイント獲得することができます。梅原ゴールドの先鋒マチャボーはネモオーロラのキチパに攻め込まれ劣勢の中、ここでガードの上から発動して投げを一つ、うまい、やって跳ね差し返す見事な連続技でこのラウンドを大逆転勝利。その勢いのまま梅原ゴールドが先鋒戦を制します。なんだ今投げで終わる。中堅戦はリーダー梅原と佐古の戦い。中堅でしょ。梅原は有利に試合を運んでいましたが、相手に連続技を繰り出されるなど次第に追い込まれていきます。何か起こりますよ。ヒットしている。さあ来るぞ。極ゲージ、佐古のゲージコンボ。これ癖のあるキャラなんですよ。これ設置してオーブみたいなの使って、この状況の中梅原は挟んで強撃してる。あまりもダメージを受けてる。なんと起死回生の必殺技で相手をリード。最後まで諦めない梅原がこのセットを取ります。溜まりそうだが、さあ梅原この表情、ナイスガード、カードして、さあトリガー、まずはピット2つ。このリーグ戦個人ではトップのポイント数を獲得しているリーダー梅原が中堅戦を勝利。めちゃくちゃ嬉しそう。続く大将戦も勝利した梅原ゴールドは順位を上げ2位に、ネモオーロラが3位に降格、1位は時戸フレームとなっています。エイペックスオータムサーキットファイナル進出をかけセミファイナルが開催。熾烈な争いが繰り広げられました。エイペックスは1チーム3人で戦うバトルロイヤルゲーム。キャラクターごとに異なる特殊な能力を持ち、組み合わせることで様々な戦略が立てられます。セミファイナルは予選を勝ち上がった18チームが参加、全6試合を戦い、各ラウンドの順位やキル数に応じたポイントの合計で上位3チームがファイナルに進みます。日韓のプロチームが参戦する中、強さを見せつけたのはレイジアジア2020王者、韓国の T1KR。 強いんだな。第3試合の終盤、わずか2分間で9チームが脱落する大激戦の中、 T1 は敵の位置を把握しやすい高い位置を取ります。そして下の建物で戦う敵チームを詰めるタイミングを測り、玉田も落ちます。T1KR そのまま降下してきました。そのまま介入、いいダメージが出ている。戦い終えたばかりで回復できていない相手を一斉攻撃、第3試合を一気に制しました。 T1KR も上側から一面。そして第5試合、 T1 はまたも敵を見下ろす優位なポジションをキープ。ブラックバルベンタスはリジェクトから攻撃を受けて2名ダウン。いやもう打ち放題、 T1 打ち放題、打ち放題。いやもう射撃訓練所ですよ。やりたい放題、取り放題。この試合キル数を積み重ね、 T1 は総合ポイントで首位に立ちます。ずれてるように見えないですね。最終第6試合でも T1 は上位に食い込み、トップでファイナル進出を決めました。チェックしています。 OPCC そのまま T1 ナンバーワン。そして総合2位争いで見せたのは、第5試合を終えた段階で6位だった日本のリジェクト。そしてクレストゲーミングの3チームはプレーオフのチケット手に入るので頑張ってここは取りたいですよね。うわー、クレバナイスショット。安全エリアが狭くなる中で 100m 先の敵を冷静にスナイパーライフルで撃ち抜きます。リジェクトは今のところノーダウンが続いています。ただ残り3部隊、終盤慎重な戦いぶりを見せたリジェクトがこの最終戦を制し一気に2位に浮上。いやーリングに飲まれて全滅。
ファイナルラウンド進出を決めました。